随分と騒がしいですね。魔獣に関する情報かもしれない。どうして誰も信じてくれない？一体何の話？俺は行商人なんだが。何を見たんだ？巨人さ、お前も信じてくれねえのか？でかい図体で。無駄骨だったな。待ってくれ、本当なんだ。ではあなたが見たという巨人の特徴について。身長は俺たちなんかの比じゃなくてよ、もあとは全身が金属みてえに硬そうな筋肉で。まさかアリス、その巨人をどこで見たのか。アリス、それはあの者が語った巨人の特徴。どこで聞いたこと。見習い聖豪騎士だった頃に教わりました。つまりその巨人ってのは。ええ、ジャイアント族と呼ばれている。しかしジャイアント族が人界を暗黒界に通じる南の回廊は聖豪騎士が守って。まさか。どうした、説明してくれ。南の回廊で異常が起きたという報告が対策本部、そしてその問題を調査。ではエルドリエ様は。もしそうなら南の回廊が破られたと。可能性は高いだろう。現にそうですね、エルドリエがジャイアント族に負けることなどありえませんが、主として彼の身が心配です。ひとまずは陣。そうですね、状況を確かめ。わかりました。ではその後俺たちは調査を進めるも、新たなる巨人の。結局巨人に関する有力な情報は得られなかったな。仕方ありません、今日はこの辺りで野営をしていきますか。ああ、そうだな、明日に備えよう。いいな、こんな夜中にどこへ行くんだ。この距離じゃ聞こえないな。彼らは一体何者なんだ。そしてメディナ、君は一体。おはよう、キリト。ああ、おはよう。どうかしたか。いや、なんでもない。少し寝ぼけているのかも。まったく、しっかりしてくれ。今日こそは巨人の情報を手に入れなければならないんだろう。そのためにもまずは情報が得られそうな場所に当たりをつけないとな。それなんだが、私に一つ思い当たる場所がある。そこへ行ってみないか。巨人の足跡がそこにあるのか。それが巨人の足跡かどうかは行ってみなければわからない。だが有力な情報だと思う。わかった、メディナの提案に従おう。よし、それでは出発だ。
様。せい。我々の剣を見せてやる。間違いないと巨人の。それじゃあこの足跡を追っていけ。ああ、とにかく足。
これで Yeah.
一気に決めろ。でも変じゃないか。これまでに見た魔獣はあんな風にお互いを傷つけ合ったりしてなかったのに。まさかこいつが。ええ、ジャイアント族だと思われます。見つけた新たな獲物。おい、お前の目的は一体何だ。俺はザクザ。俺は力を誇示するため兄弟と共にここへ来た。全てを倒し俺たちが最強であると証明する。魔獣もイウムも例外ではない。そっちがその気なら俺たちも全力を示させてもらうぞ。この者は私たちのことをイウムと呼びました。イウム、確か北の洞窟で戦ったゴブリンも俺とユージュのことをそう呼んだな。イウムとは暗黒界の言葉で人間という意味です。暗黒界の言葉を用い、そしてこの体育と呼ぼう。やはりこの者はジャイアント族で間違いありません。しかしやはり納得できません。暗黒界の民であるジャイアント族がどうしてここに。俺は力を誇示するため
兄弟と共にここへ来た。負けるなどありえない。俺たち兄弟が最強のはず。俺たち、おかしい。このジャイアント族は一人なのに、なぜ誰かと一緒にいるかのように話すんだ。ザクザと言ったな。ここにはお前一人だぞ。ひょっとして兄弟が近くにいるのか。俺一人、そんなはずはない。俺は兄と共にいたのだ。俺たちは離れたことなど一度もない。お前の兄弟の名は。我が兄弟の名はジクジ。ジクジ、ジクジ。どこにいる。ここに生意気なイウムがいるのだ。共に倒そうぞ、ジクジ。我が最強の。いや、違う。最強は俺だ。ジクジではない。俺だ。この俺なのだ。そうか、俺は一人の力を求め、兄弟さえも支配しようと。だが違う。俺たちは兄弟で最強。いや違う、違う。俺一人こそが。様子が変だよ。兄弟で最強。俺だけが最強。兄弟、俺最強。俺兄弟、俺兄弟。フラクトライドが。魂が崩壊。精神に極度の負荷がかかると、今自分の中にある確固たる観念が。ライオスも。ああ、彼の場合は自分の命と禁忌も。それじゃザクザは一体。詳しいことは、自分たち兄弟が最強だと言いつつ、彼は自分だけが最強。そのあたりに魂が崩壊とはいえ、あんな風になってしまう。全員が同じ状況で魂の崩壊が起こるとは限らないさ。あの現象が起こるのは、ものすごく硬直。硬直した。例えばライオスは自分の命が何よりも憂鬱。その考えを曲げることができなかったから、自分の中に矛盾を抱えて。モンスターが消滅するのとはわけが違うし。ああ、暗黒怪人とはいえ、ザクザも人怪人。兄弟についても話していたし、私。そうだな。兄弟、そうです。信じがたいことですが、ジャイアント族がいる以上ならば、ザクザの言う兄弟とやら。それじゃ僕たちも南なあ。とはいえ、まずはザクザ。今晩はここで野営をして。エルドリエなら大丈夫さ。分かっています。彼、何よりも彼は私の弟子なのです。確かにエルドリエ様が負けるなど想像でき。それは俺たちも北の洞窟でゴブリンと戦ったこと。もしかしたら氷教会の知らない抜け道があって。南の回廊でも。どあくまでもか。そうですね。エルドリエの敗北が認められない以上。とにかく夜が明けたら南の回廊へ急ごう。人海を。大丈夫か。問題ない、むしろ好機だ。キリト君、早く起きて。どうす。メディナ殿が消えた。わかりません。私たちが目覚めた時にはもう荷物と一緒に。メディナ、キリト君。わからないけど、彼女がオルティナノスケの汚名返上という目的。それなら
魔獣討伐。考えられるのは今俺たちが把握している存在で最も強大な相手。まさか。でも一人で勝てる相手じゃないでしょ。それはザクザ。どういうこと。前にメディナを尾行して俺が見たことは友達として言うべきじゃないよな。でもメディナが危険な目に。前にメディナが夜中に野営地を抜け出して、その次の日の朝メディナは巨人の足跡の。ではその者たち。俺はそう考えて。けどいつの間に協力者を集め。まだ確証はないけど、以前メディナのこと。うん、カリウドの天職を奪って。村の外で保護したベクタの迷子の少女も。そうだ、もしかしたらメディナは相手に。そあくまで推測だし、本人。そうやって作った協力者がいれば。他に手がかりもありません。ああ、メディナがジャイアント。ご苦労様。お疲れ様です。
これで…行きましょう。気はないわ。なあ、すごいよキリト。つまり、でももしかしてなあ、一体どうして。そうだ、行きましょう。
やっ、はっ、はっと、剣を見せてやろう。了解でした。始めましょう。はっ、負ける気はないわ。
れて倒すわ。頑張ろう。はい、剣。
ジェネレートメタリックエレメント、ディスチャージ。
これで…いいですか？なあ、晩酌尽きたか。よかったら話してください。はい。おお、頼んでもいいですか？わかりました。ありがとう。さてと、うん、こいつか。これで…お前となら勝てます。
行くわね。行くわね。お疲れ様。ご苦労様。こいつか。これで倒すぞ。どうして報告をしよう。それじゃ。うん。行くぞ。こいつか。行こうか。はい、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 は
キリト。そうだ、報告をしよう。つまり、ありがとう。すみません。わかりました。ああ。さてと。うん。ありがとう。なあ、うん。お？なあ、うん。お？なあ、うん。はい。困ったな。ありがとう。はい。ありがとう。うん。なあ、うん。
ありがとう。せありがとう。どうもありがとう。Oh!
終わったぜ。
味わってみろ。
ち。決めるんや。
私も力になりたいんです。
お前となら勝てます。今だ。Thank you.
でも。ええ、それと。ああ、だけど。はい、頼みます。ああ、ありがとう。ほい。どうも。頼む。はい。よし。ありがとう。よろしく。Thank you.
終わったね。終わりましたね。終わりましたね。これで倒す。私も。どんどん見せてやろう。お前となる。行くわね、行くわね。ありがとう。あ、うん。
これで倒すぞ。連撃で追い込むぞ。我々の剣を見せてやろう。連撃で追い込むぞ。私も力になった。お前よっ、我が剣受けてみよう。さあ行きましょう。さあ行きましょう。
一人だ。囲んで全方位から攻撃を仕掛けろ。やはり強いか。手を貸せ。キリト、これは私の獲物だ。そんなこと言ってられる場合か。相手は強い。協力して倒そう。ムカつく。私も力になる。
無事か。お前たちが来なくても。今のは聞き捨てなりません。私たちやキリトは本気であなたを信…しかし現に私たちに負傷者はいません。そうですか。あくまでも自分に非は…そうだぞメディナ、最近ずっと様子…心配してくれなどと。けど心配するのは俺の勝手だ。それでメディナ、あの人たち…話すと長くなる。そうか。もちろんだ。俺たちも奥へ進め。メディナ殿、今は功績よりも…わかりました。では行きましょう。他にもジャイアント族が。でもあれ、どう見ても仲間同士で戦っているようにしか。
キリト、あれを見て。カラント。その先よ、もう一つあるわ。あのカラント、何かが巻きついてますよ。あれはエルドリエ。早く救わねば。みんな、来るぞ。我は、ジクジ。我こそが、我こそが最強だ。これで、倒すわ。連撃で。やはりこやつはザクザの兄弟のよ。ああ、だが自分で兄弟を殺したことをに。ジグジ、お前の兄弟はもういない。あり、我ら兄弟は固いちぎりを交わ。本来はそうだったんだろう。だが我が、周りを見てみろ。そんな兄弟よ。違う、我らは兄弟で最強だ。だが殺したのは我、我こそが最強では。本当に我が兄弟を。ありえぬ。最強は、我が、我が、最強で、我が。キリト、ザクザの時と同じだ。最強、殺す、我が。フラクトライトが崩壊しかけたまま。止まらない、迎え撃つだ。
兄弟を殺したんだ。我は兄弟と共に強さを求めた。我らが最強であることを証明するためには、兄弟をも支配し、我が真の強者であり続けるべきだと。支配？そう、支配だ。それこそが我と兄弟を結びつけるのだ。だけどその支配欲が自らの手で兄弟を殺すことになった。そのようだ。兄弟よ、すまぬ。我は、あんたら兄弟は十分に強かったよ。全員で来られたら負けていたかもな。そうか。やはり我らは最強。兄弟よ、今行く。強敵だったね、キリト。ああ、何か納得できないことがあるみたいだね。ジャイアント族は魔獣と同じようにカラントから生み出された。けどジグジと話をした感じ、あいつは明らかに俺たちと同じ魂を持った人間だった。ではカラントは人間をも生み出せると？そうだとしても、ジグジの過去や兄弟との記憶をどうやって作ったのかっていう疑問は残るな。ここで答えを出すのは難しいみたいだね。ええ、最高司祭様が関わっている以上、一筋縄ではいかないでしょう。とにかく今はエルドリエを助けましょう。エルドリエ、この状態は以前見たベルクーリさんと同じ状態だ。術式は確かディープフリーズ。どうやって解除できるのかな？私に任せてください。解除方法を知っているのか？はい、オートにいる時、念のためにとおじさまから教わりました。このディープフリーズは元老院で聖号騎士を凍結していた術式でもあります。おじさまはディープフリーズ術式の解析を進めて、解除術式を突き止め、シエタ殿を目覚めさせたそうです。さすがベルクーリさんだね。まずはこの木から切り離そう。そうだな。にしてもこの木、これまでのカラントとは段違いの大きさだな。もしかして前に言っていた大元となる存在がこのカラントなのでは？そうかもしれない。だとしたら周囲の根は南帝国中のカラントとつながっていることになる。こいつを切れば南帝国からカラントを一掃できるかもしれない。キリト、それは種みたいだな。不用意に触らない方が。うん、何の変哲もない種だな。まったく。アリスさん、それくらいじゃキリト君の好奇心は止められないよ。キリト、その種どうするの？俺には調べようもないし、オートに戻ったらカーディナルに渡してみるよ。正しい判断です。念のためこの木の一部も持っていこう。
カーディナルに解析してもらえば詳細がつかめるかもしれないからな。さて、エルドリアを目覚めさせよう。アリス、頼む。わかりました。システムコール。エルドリエ。アリス様、大丈夫か？無事みたいですね。なぜ彼らがここに？あなたを助けに来たのです。助けに？私はまた反逆者に助けられたのか？騎士であるこの私が。今はそのようなことに固執している場合では。シオ、私の無礼な振る舞いを許していただきたい。何を？私はアリス様に与えられた任務を果たせず、カセドラルにて子供たちに敗北しました。その後、命を奪われることもなく、最高司祭芸家が撃たれるまで気を失っていた。キリトたちは騎士を傷つけるために氷教会へ反逆したわけでは。無論分かっています。だとしても、私が今こうして再び命を救われたのは事実です。俺を戦いで審判する、つまりそういうことだな。ほう、随分と物分かりがいいことだ。あんたとは一度戦っている。どんな奴かも分かってるさ。それじゃあ受けて立つぜ。お相手願おうか、エルドリエ。キリト！エルドリエに認めてもらうためにはこの方が早いって思っただけだよ。それにカセドラルでの戦いに決着はついていないしな。それなら僕も。ダメだ、俺一人でやる。俺自身も本気の聖豪騎士とどこまで渡り合えるのか知りたいんだ。だから一人で戦わせてくれないか？まったく仕方ないな。絶対に負けるなよ、キリト。ああ、そのつもりだ。私が何を言っても戦うのですね。エルドリエを止めてくれるなら戦わないで済むかもしれないけど。無理でしょう。彼が頑固なのを私はよく知っています。きっと師匠に似たんだな。さあエルドリエ、決着をつけようぜ。はあ、準備はいいな、反逆者。聖豪騎士エルドリエ神聖室31、今度こそ貴様の意識を刈り取ってやろう。さあ始めよう。行かない、
やはり強いな。あんたこそ改めて思い知った。貴様からそのようなセリフを引き出せると。それでどうする。いや、改めて剣を交えた今、そして私は感謝されるようなことをし、いや、貴様たちは真実を明かし、確かに氷教会の秩序を壊し元老長と再だが、民を兵器に変えるという恐ろ、貴様たちが真実を明かしてくれた。私は騎士として正しく民を守る礼を言う、キリト。なあ、こちらこそ。やめてください。では一段落ついたところで。はい、ご存知の通り、報告にあった南の回廊での異常とは。そうです。しかし安心してください、信じがたいことですが、彼らはおそらく。そうみたいだな。ジャイアント族を回廊から出さないよう、彼らと奥へと彼らを引き寄せ、隙を見て帰、しかしそこで何者か。誰です。わかりません。頭巾をかぶっており、ジャイアント族に囲まれながら、私はその頭巾のものと実力のほどは聖剛騎士に等しい剣術です。そして奇妙な防護術を、剣は全てその壁に弾かれ、神聖術ある。とにかく私はジャイアント族の猛攻と頭巾のものの特殊な、おそらくその際にディープフリーズをディープフリーズ。しかしその術式は心当たりがあると。なあ、飛竜でカセドラルを飛び立ったという謎の人物。飛竜を奪った者はディープフリーズを使えるほどの術者。それだけじゃない。エルドリエはカラントによって捕縛、俺たちもカラントに近づいたことはあるが、つまりその頭巾の者はディープフリーズを使え、おまけにカラントを自由。とんでもないや。しかしあなたが無事だったことは。ひとまず今回のことを王都の対策を。その後王都に帰還した俺たちは、そして大元のカラントについてカーディナルに。あ、そうだ、これをカラントの書き。俺たちはカラントを捜索する中で、それぞれ一箇所から、そう、それで南の回廊、それが全てのカラントの核コアとなるものだ。ちょっとカラミティプラントを略したままコアをつな。お前は相変わらず物臭ですね。とはいえ、まあカラミティプラントコアはさすがに長、私も。ともかくこのかけらは大元なる存在。ふむ、どうだ。お主の推測だ。カラントコアが帝国中に伸ばした根から複数。それじゃあカラントコアを切ったことによって新たな。ふむ、ひとまずはそう。よかった。なんじゃこれは。それはカラントにできていた。ほう、こちらは慎重に解析する。なあ、ま、そして解析結果を待ちつつベルクーリのもと。以上が南帝国で起きたこと。ご苦労だったな。そして何よりジャイアント族の騎士としてやれることをや。ところで報告の中で気になる箇所がある。確かに不可解です。所在の不。それは説明します。いいのか、言いたくない。聖剛騎士様を前に嘘はつき、私に協力してくれた者たち、彼らはつまりこれまでの記憶を失って近頃各地で急増しているという話を聞き。それについては分かります。ですがベクタの迷子に関して力、理屈は分からないのですが、ベクタの迷子に触れることで忠誠心。そうだと私は彼らにお願いをして。か、なるほどな。しかしそのような能力。そうだな、やっぱりこういうのは詳しい。解析は終わったぞ。それでまずは俺と、うむ、
リアルワールドの知識や。わかった。それでモジュールじゃ、メディナの中にはモジュールがある。モジュールだって。わしにもこれがどういった目的で入れられたの。このモジュールは持ち主が触れたものの ID を識別し、特定の番号。特定の番号ってのは、いや正確には一部の記憶のみを持って NPC？ メディナの協力者。そうみたいじゃ。こっちも原因は不明じゃが、最近増えたベクタの迷子はてっきり俺。でもそれなら STL を使わないし、大勢現れたことも。それにしても、その NPC ってのは。 NPC を呼び出す機能はあったようじゃが、その AI の情報は外って。うむ、つまりリアルワールドの情報を元にした絵だが、彼らの人格を構成する。どうしてわざわざリアルワールドメディナにそんな特殊な。わからん。おそらくモジュールアンダーワールド内で術式のみによる。そうか。何にせよこれでメディナの。よし、メディナ。くれぐれも申請後を多用して彼らを混乱させることの。やはり私が触れることで。うむ、じゃが記憶を失いつつも積極的な魔獣討伐や冒険者。別の世界からやってきた。この力があれば父上。メディナ嬉しそうだ。これもベルクーリ様、メディナ・オルティナノス。この力、より多くの冒険者と接触し、そうすれば対策本。まあ単純に戦える奴らが増えれば。何か実際に私は勝利こそ私たちだけで得られはしません。ああ有用性は。おじ様が気になっているのは冒。まあたどういうことです。仲間にすると言って、あなたの力は冒険者の意志をむ。そんな、私はただ力を。そう、失礼な態度。私はただ与えられた力を対策本部のために使うこと。キリト、お前もそう思うだろう。このメディナ。俺はどうしてだ。メディナは無茶をしてジャイアント族と戦ったりしてた。汚名を注ぐためだって言ってもメディナが。お前、私が冒険者。もちろんメディナの力についてもわからないことだから。キリ、たとえ多少無理をしてでも私は。アリス様、どうか私。分かっています。自分の能力を最大限に使っ。ですが方法を一歩間違えればあなたの力は強制的な支配そのも。かつて私は強大な力を持。メディナ殿にはあのような。そうでしたか。この力必ずや沈海の平和の。ええ、話はついたよ。メディナが正しく力を使えるのであれば、現にカラント捜索やジャイアント族の発見。メディナと冒険者がいたから。はい、もちろんその功績は。メディナ殿、冒険者も人です。もちろんです。冒険者と力を合わせ必ず。皆準備はできたな。さて今回は皆の日頃の働きをねぎら。カセドラルシダ発生から今日までようやくカラントコアの破壊と魔獣への。そこでこの機に今回。本来であればもっと早くにこうして皆と話せる。状況が状況だもの。しか。そうね、それにこういう打ち上げってかしこまった席で話すよりはなんだか。あ、私は緊張し。そうだよね、別世界の人と。それならこの機会。
それにここにはちょうど女子しかいないんだし。そうです。私から聞きたいこと。メディナからなんて意外ね。以前アスナたちはキリトと同じ別世界に行く。私に少なくとも強い覚悟がないとできないこと。理由ですか？ん？キリト、キリトを助け。待って、本当にその理由だけ？それだけで。そうよ。まあキリトにはたくさん助けてもらったし。はい、困っているのなら。とはいえ、よほど考え抜いてこの世界に。それはどうでしょう。メディナさんにとってのオルティナノスケの汚名返上みたいなものだと思います。使命ってほどではありませんけど、お兄ちゃんを助ける。うん、だから本当のところはね、理由云々を考える。はい、私もキリトさんの状況を聞いてキリトを責められないくらい無鉄砲な行動ね。まあ私もだ。でも後悔はしていないから。元の世界に戻りたいとは思わなくはないけど、でもキリト君はこの世界にいる。もしも今すぐ帰れるって分かっても多分キリト君は残るって言う。だからそうなったら私もこの世界に残って自分のできること、私にもやるべきことだが、自分に何ができて。そんなのどうだろうか。アスナたちは無意識に自分のできることを、日常生活でも戦闘の最中でも私も頑張らなければならないな。すまない、空気を悪く。気にしないで、メディナさんからそういう話題は。そう。さあ、おしゃべりもいいですが食べましょう。せっかくのごちそうなんですから。美味しかった。シオ！なんですか急に。遅くなってしまいましたが、私に謝罪の機会をいただけないでし。謝罪？南の回廊でだ。いえ、なりません。私はあの時状況に流される。その後も機会を失い、聖護騎士であること以前に一人の騎士として、私はこの介護の念を払拭せねばなりません。あなたの気持ちは十分に伝わりましたから、もう結構です。本当ですか？ええ、私の言葉を無視してキリトと剣を交わ。ああ、なぜ私は最高司祭芸家が不在の状況で過度な不安を抱いていたのです。果たして自分は騎士としてふさわしいのか。エルドリー、私はキリトとの戦いがあなたには必要なことだったと理解しています。今後も私の弟子として、そして聖護騎士と、今後は聖護騎士としての使命である人界の守護。人界の守護。キリト。ん？今話せますか？ああ、少し前にアリス・ツーベルクについて。覚えているよ。あの質問をしたのはある悩みを抱えていたからなんです。人界の守護という使命について。右目の封印を破ったことでアリスは騎士としても悩むのは当然だと思う。簡単に出せるような答えじゃないさ。はい、私が持つ騎士としての使命は、これまではその使命に疑念を抱くこともなく、ですが今はわからないので。もちろん人界が平和であることを望んではいます。ですがそこに住まう全ての民を思う私にとっては、キリトやユージを、それだけが私にとっての大切なものたち。それが普通なんじゃないか。俺だってアンダーワールドを守りたいと思っているけど、分かっているんだ。アリス・ツーベルクなら公然と騎士らしくいることができないのであれば、せめて以前の私らしく。だから俺とユージオにアリスのことを尋ねたの。はい、しかしアリス・ツーベルクは全てを愛し全てから愛される人。ひょっとしたら私以上、私は騎士としての使命に自信が持て。最高司祭様は人形をやめた人形とおっしゃいました。キリト、教えてください。
私は一体。それは自分で見つけるんだ。答えを教えてはくれないのですか。俺の答えなら教えてあげられるよ。俺はこの世界とそこに住まう人たちを救うためにいる。それこそが俺がここへ来たり、目の前にいる人を助けて、そうじゃない人たちも助ける。アスナたちには呆れられるかもしれないけど、それが俺のすべきことだと思う。すごいですね、キリト。何もすごくなんてないよ。はじめは俺もリアルワールドでも、ユージオやアリスたちに出会ってようやく自分のやだから、アリスも必ず見つけ、この世界で生まれた君が果たすべき役割がきっとある。わかりました。見つけます。必ずいつか私にしかできないことを見つけます。だからそれまでは頼らせてください。ああ、もちろん。集まってもらったのは北帝国の貴族から、資料地民が行方不明だった。行方不明。うん。資料地の持ち主である貴族へ報告。海星号騎士から報告が。もしかしてこの異変は何かカランドと関わっている可能性が。ああ、大元となる。分かった。それじゃあまずはルーリットの村を目指す。そこでセルカ、アリス、約束を。はい、ルーリットの村に連れて行ってもらい、セルカの姿を。今がその時だ。しかしアリス、迷っている。行きましょう。